どうもお疲れ様です。まあ、ポイントサイトとかセルフバッグとかね、私は多分日本で一番詳しいんじゃないかなと思いますよね。まあ、未だにやってるというね。うん。やっぱりこう、30万とか50万っていう高額な教材を売る中でね、あ、でも、セルフバッグとかポイントサイトも儲かりますよって日々発信してるのは、私ぐらいのもんじゃないかな。だって、やっぱ基本ってすごく大事じゃないですか。 で、ポイントサイトとかセルフバックってまさにネットビジネスの私は基本だと思うんですよ。うん。きちんとしたコンテンツとして全くゼロの人がたった一人で集客をせずにセールスをせずにお金を得ようと思ったらポイントサイトっていうものが一番なのかなと。そしてポイントサイトをやっていくとそのアフィレートの仕組みとか利益の仕組みとかあの少なくとも商品やサービスが 広まっていく様を見るることとがでできると思うんですよねあのテレビの CM の広告効果って実はものすごく検証が難しくって実際にお店で商品が売れたとしてもそれテレビ CM の効果なのか店に来た人がたまたまね店のの陳列がよくって手に取ったのかかわらないんですよねだからテレビ広告っていうのは非常に非効率的だというふうに言われていたんですが他に方法がなかったんですよね。うん でも今はそのインターネットの広告によって見られたからページビューの相関関係で販売数が策定できたりとかクリック数の中でそれによって販売数っていうのの裏付けが取れたりとかっていうふうな形でねものすごくだからやっぱりインターネットの中の広告っていうのは これからも洗練されていくんじゃないかなと思いますし、そういったところに、やっぱこうね、インターネットビジネスの基本として関わることができるポイントサイトやセルフバッグっていうのは、非常にたくさんね、学ぶことがあったなと思うんですよね。未だに学ぶことがあるなと思うんですよね。最近私がね、推してるのはね、その住宅の層なんですけども、カードローンですよ。あの、クレジットカードとかを契約すると、その、消費者金融の枠っていうのが必ずついてますけども、 でも、消費者金融の会社とかね、銀行系の、そういったお金を貸しますみたいなところが、クレジットカードではなくって、カードローンっていうのをやってるわけですよね。カードローンっていうのは、カードを作ると、そのカードの利用額までは、いつ借りていつ返すのも自由ってやつですよね、うん。これはすごく簡単にお金が借りれて、ともすれば自分の手持ち資金の一部に組み入れることもできる。 そういった便利さと手軽さを兼ね備えてるんですけどもこのカードローンのカードを発行することによって収入が得れるわけですよまあカード会社としてもこのカードを作ることによってお金を欲しがる人って既にお金を欲しくて欲しくてしょうがなく困ってるだろうからまあその後お金借りてくれるよって三算段なんでしょうけどねでもこのカードローンのカード作成プランもポイントサイトを通じていくと今ね 全部カードを作るると万万円円なるんですよ10万 6, 円、うん、だからカードローンなんてのはねクレジットカードに比べるとすごく審査は緩いですからこれ簡単にね10万全部とは言わないですけども2万とか3万ってのを作り上げることができるなとそうすると2万3万を作る方法ってものを商品としてまあ3,000円ぐらいで売ることができるかなとそうするとこの商品ができるとこの3,000の商品っていうのはまあ 実質無限にね売れていくんじゃないかなっていうふうに考えられるんですよねで商品をうるさいでもあのいろんな商品作ってね情報商材うるさいでもあの商品のお代金をね作る方法も教えますみたいな特典つけたりとかできますからね、うん、まあいろいろですよねほんとねそっか自分の一番最初の商品っていうのはセルフバッグをやってですね私の目の前でセルフバッグやってもらって売り上げを2万3万5万と作る方法ですから だから1万9,000円払ってでも5万円稼ぐ方法知りたいなっていうのはすごく合理的なんじゃないかなと思うんですけどね。うん、じゃあ今日も始めてみましょうか。5月28日朝5時でございますよし